皆さんこんにちは、こんばんは。今日から JavaScript ゲームプログラミング初級 RPG 編という動画講座を始めたいと思います。その名の通り RPG を作る動画になります。そのゲーム内容は今画面に映っているものになります。つまりもう完成しているんですが、その作り方を解説するという動画になります。ライブラリの類は一切使わないので、そういうのが好きな方はご覧いただければと思います。ちなみに、プラットフォームはウェブブラウザになります。JavaScript ですからね。無難ですよね。で、入門編ではなく初級編ということで、JavaScript の言語自体の仕様はすでにご存知の方向けの解説となります。ですので、もし JavaScript 自体、プログラミング自体全くできないよっていう方がいらっしゃいましたら、そちらの方向けには、別の動画 JavaScript 超入門2019というものがありますので、ぜひ、そちらを先にご覧になっていただければと思います。そんな難しいことをやるわけじゃないんですが、基本は知っているという前提で進めさせていただきます。というわけで、インデックス HTML なんですけれども、ここの解説は特にしませんので、こんな感じで、ただキャンバスを作るだけですね。で、ソースですが、とりあえずハローワールドをね、書いてあります。この状態から始めるんですが、この時点でね、よくわからないという方は、先ほど言った、JavaScript 超入門2019という動画をぜひご覧になっていただければと思います。で、ハローワールドは、コンソールに出てますね。ではまず、手始めに、コンソールに出力しているハローワールドをキャンバス上に描画したいと思います。なので、ブラウザ起動イベントを記述します。オンロード内に書かなくても動くよっていうね、指摘もあるかと思うんですが、そういう部分はね、お好きにしていただいて構わないと思います。私はこの書き方が好きです。で、まずドキュメントの、エレメントですね、要素を取得したいと思います。で、 ID は、メインにしてたのでメインですね。メインキャンバスの要素を取得で、今度はゲットコンテキストで、2D の描画コンテキストを取得します。こういう部分はね、当然知ってるという前提で話を進めさせていただくんですが、でフィルテキストで、またハローワールドと、で Y 座標を大きくしておかないと表示されないんですよね。これで F5、小さいですがハローワールドって表示されましたね。ただあまりにもフォントが小さいので、もうちょっと大きくしたいと思います。48ピクセルくらいで、先ほどの、最初にお見せしたゲームなんですが、ゲーム中一度しかフォント設定しませんので、こんな書き方にしとけば、文字フォントを設定、このまま使えると思うんですが、ここら辺りは流動的ですね。では次に、プログラムの骨組みを、作成してしまいたいと思います。
まあ骨組みいろいろ作り方あると思うんですが、一応イベントドリブン型にしたいと思います。まあ、ただまあ、タイマーをね常に呼び出すっていう形なので、まあゲームループと言えなくもないんですが、まあゲームループとイベントドリブンの中間って感じですかね。で33ミリ秒間隔でこの WM タイマー関数を呼び出すよう指示します。で33ミリ秒間隔なので、1秒間に、30.3、まあ割り切れないんですが、約 30.3fps っていうことになります。まあね、本来はね、なんか厳密に作るならね、キリのいいね 30fps やら 60fps にすべきっていうのがあると思うんですが、まあちょっとそういうあまりにもちゃんとしたものを作るというね回ではなく、まあ、最低限の動きができればいいなっていうものですので、ご了承ください。でそのタイマーイベント発生時の処理を書いておきます。ファンクションで、ここでまあとりあえずこれをこっちに移してちゃんと動くかどうかですね。まあ動くと思うんですが、 F5 大丈夫そうですね。まあコンソールにエラーも出てないと。でまあただこれだと何の動きもないので、とりあえずフレームとか作っておいて、まあ、内部カウンターですね。まあ使い道はまだね決まってないですが、まあこういうの必要ですよね。でまあ呼び出されるごとにカウンターをプラスと、内部カウンターを加算と。でまあハローワールドの後ろにこう書けばなんか欠けちゃってますね。F5。ああ、上書き描画されてるんですね。まあちょっと分かりづらいですが、じゃあGフレームプラス割る10ぐらい F5。まあなんか動きがあることは分かりますよね。まあとりあえずなので、まあタイマーイベントは動いていると思います。では次に画像ファイルを読み込みたいと思います。画像はこんな感じです。32×32 の普通の、ピングファイルです。まあこれサイトに置いておくのでよければ使ってください。もちろん皆さんねお好きな画像でも構いません。ソース自体ね、まとめて置いておくので、まあ、これね、打ち込む必要はないです。で、最初に言えって感じですが、まあ、打ち込むのはね、練習になると思いますけどね。画像、マップと。マップの画像を、まあ、とりあえず読み込んで、で、それを、裏に敷き詰めてね、表示すれば、ハローワールドの文字がね重なってしまう問題は解決できるんじゃないかなと。ソースが、まあこれ画像ファイルのフォルダですね。マップ画像を読み込みと。で、描画ですね。描画はまあどこでもいいんですが、ここでやるかな。ここで敷き詰めちゃえばいいんじゃないでしょうかね。ドレッド y イコール0。
まあ16もいらないか。まあこれは実験コードなので、まあ、気にしないでください。ドローイメージ G イメージマップで X かけるで画像ファイルサイズが32なので、まあ32ですかね。こうすれば書けないんじゃ、重ならないんじゃないですかね。 F5 ね。おお、できたできた。というわけで、まあ第1回目は、こんな感じですかね。まあ先ほども言いましたが、まあこの状態のものを、ここまで動くものを、まあファイル一式、サイトに置いておくので、まあよければダウンロードしてみてください。では今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。